はい、こんにちは、カパパです。ここはですね、日光国立公園、霧降高原の小丸山という山の山頂です。後ろのね、大きい山は日光山系の赤薙山っていうんですよ。左側が二峰山です。はい、今ね、二峰山に向かって登ってる最中なんですけど、登山抜きのいい三脚を見つけたんで今日持ってきてるんですよ。で、それをね、今日ご紹介したいと思います。登山中でもね、ちゃんと綺麗な写真や映像を撮りたいと思ったら、いくらね、カメラの手ブレ性能が進んだと言ってもですね、やっぱ三脚使うのが一番なんですね。ただね、三脚を使うにしても、登山途中で使うわけですから、もちろんね、軽い方がいいわけですよ。やっぱね、山登りっていうのは重いの担いで登るのは辛いし、やっぱりね、重いもの担いでるってバランス崩したりしてね、デメリットがあるんで危険なんです。じゃあ軽ければいいかと、単純にそういうもんじゃなくて、大切なね、カメラやレンズをね、乗せるわけですから、その重さに耐える強さやね、あとは操作のしやすさ、そういったものも大切ですね。で、それね、やっぱりね、運ぶときね、これコンパクトになる、ちっちゃくなると、やっぱこれもね、すごい大切なんですね。で、つまり、しっかりとした作りで、コンパクトであって、で、しかもなおかつ軽いと、なんかね、こう理想ばっかり言ってるようですけど、実際ね、そういう三脚が、登山には向いてるっていうことなんですね。それでね、登山に向いてるってことは、イコールですね、ハイキングにも向いてるし、もちろん、コンパクトってことで言えば旅行にも向いてると、というわけでございましてね、登山に向いてる三脚というのを、いろんなものを買ったりしてたんですが、以前からお世話になってるメーカーさんに、コンパクトでね、軽くて丈夫な三脚ないですかって、ご相談したところ、じゃあカプボさん、これを試しに使ってくださいと送っていただいたのがこちらです。はい、これはですね、ウランジの X エアクロス F38 というモデルです。2023年5月15日時点で Amazon でタイムセールやってまして、 25,404 円でしたですね。こう見るとウランジ&フォトプロって書いてあります。これはコラボモデルですね。で、ちなみにね、ウランジっていうメーカーですけど、もう本当今やね、誰でも知ってる有名メーカーですね。で、例えばね、 LED ビデオライトとか、あと自撮り棒、最近だと、三脚とかね。それでね、これがね、今回ご提供いただいた X エアクロス F38 です。ウランジさん、ご提供ありがとうございます。はい、まずね、雲台なんですけど、これはね、はい、ここに見ると分かりやすいですね。はい、ビデオ三脚なんで、ここにね、いわゆるパン棒ですね、これがついてます。で、調整はここのノブを、緩めると、いわゆるこれです、チルトですね、縦の方向の動き、これチルト回転の動きですね。あと、ここですね、ここは横回転、いわゆるこれがパンニングですね、水平回転、これが売り物なんですけど、ここを緩めるとこういう動きになります。こうです、こうこうですね。これはね、ボールヘッドの調整ノブって言いまして、いわゆるね、これレベリングですね、水平を取る、こういう機構がついてます。このタイプのね、コンパクトなやつには珍しく、レベラーがね、一体型になってます。こちらはですね、アルカスイスタイプではなくて、ここが F38 と呼ばれるゆえなんですが、 F38 のシステムですね。これがね、カメラの下にくっつけまして、クイックでね、取り付けることができるというふうになってます。はい、ここにね、マグネットで六角レンチがついてます。これでね、いろんなところの調整ができます。あと、この下の部分ですね、三脚部、こちらはね、カーボンです。5段伸縮設計ですね、5段階伸びます。で、長さは43センチから最大伸ばして129センチまで調整可能です。また、このエレベーター部分を伸ばすと、さらに上がります。でね、これ面白いのは、ここをね、こういう風に緩めますよね。これ正直言ってまだ使ったことないんですけど、ここにスマホのホルダーがついてます。これがね、こう内蔵されてまして、で、この延長ポールの一番下にはこう引っ掛けてね、バッグかなんかをここに吊り下げて、安定感を増すというようなフックがついてます。以上ね、ざっと外観見たんですが、確かにね、これは旅行やね、登山向きだと思いましたね。いくつかのそのポイントがあります。まずね、重さですね。重さがね、雲台が400で、この下の三脚部が 680g ということで、雲台と三脚部合わせても足し算すると 1080g、ほぼ1キロですよ、1キロ。僕が今まで使ってたのが 1.5 キロぐらいあるんで、めちゃくちゃ軽く感じます。それと、これをね、畳んだ時の長さが42センチ、太さは500ミリのペットボトルぐらいになります。ちょっと畳んでみますね。
はい。でね、僕の場合はよくね、こういう風景を撮るときに、まあ、ここにカメラ乗っけてね、まあ、こういう動きをするんですよ。まあ、これ、まあ、パンニングって言うんですけど、まあ、水平に風景をね、こう撮るんですけど、まあ、その際ね、一番大事なことは、この雲台がですね、水平になってることなんですね。水平じゃない状態でパンニングしちゃうと、ぐーっと風景が斜めにこう移動することになって気持ち悪いことになっちゃうんですよ。で、この雲台が優れてるなと思ったのは、すでにそれが組み込まれてるっていうところで、ウランジではレイズドハイトヘッドレベラーって言うそうなんですが、まあ僕の場合レベラーって呼んでますけど、まあここで水平出しができるっていうのは非常に簡単です。それでね、ここに水準器がくっついてます。見えるかな？この水準器がついてるんで、まあこういう風にね、調整 で場所が決まったら、まあ、ここを閉めればこれで OK と、ね、これでパンニングができるというふうになります。この雲台自体の耐荷重、ね、どんだけの重さが耐えられるかっていうことで言うと3キロです。ちなみにね、これがオリンパスの OMD EM5 Mark III っていうんですよ。レンズ込みでさっき測ったら 760g なんでね、まあ、そうしますと、まあ、これに乗っけてもね、まあ、ほとんど全然問題ないということになりますね。ちょっとまあ乗っけてみましょうか。はい、もう全然問題ないです。もうちょうどいいです。でしっかりここを締めて、はい、がっちり固定されますね。はい、で続いてね、三脚部の操作なんですけど、まあ一回ね、足を伸ばしたり、まあ、締めたりしてやってみます。まあこんな感じです。はい、この方法はね、レバー式でもないし、ナット式でもない、クイックロック式って書いてありますけど、まあ、一番下のゴムをねじってね、まあ、ロックを解除します。でガーンと引き伸ばした後ね、ゴムを逆回転してロックをかけると、非常に簡単な構造です。マックスの高さはね、エレベーターを伸ばした段階で、156センチということなんで、まあ、156っていうとね、まあ、カメラを乗っけると実質170超えちゃうんで、まあ、僕身長175なんで、もう十分の高さですね。はい、それとね、まあ、今から話すのはちょっとこれは慣れが必要だなっていう操作があるんですけど、三脚を目いっぱい伸ばす場合はさっきのガーンと伸ばしてね、締めればいいんですけど、まあ、途中で止める場合、中間ぐらいの高さで止めたいっていう場合もあると思うんですね。でそういう場合は慣れが必要になってきます。はい、今ねやってみたんですけど、途中の高さで止めたい場合ね、一つ一つの足を締めていくという手間がかかるんで、ただね、これはナット方式とまあ似たような動作なので、まあ、慣れればね、許容範囲で問題ないと思います。あともう一つね、これ非常にいいなと思ったのはローポジションですね。ローポジションはまあいくつかの方法あるんですけど、まあ、一つはね、これちょっと絵を見ていただきたいんですが、エレベーターを逆向きにつけるやり方ね。でこれは僕はあんまりお勧めしないです。で僕的にやる方法はこのやり方です。ここの部分をこうにします。こういう機構があります。こうした時にぐーっと上にやるとここまで上がります。ここもそうですね、こうなりますんで、こんな感じでね、ローアングルで撮ることができます。これ相当低いですよこれはい、という感じでね、まあ、ざっとご紹介したんですけど、ウランジの X エアクロスの F38。今日で2回目なんで、まあ、使っていくとまたいろいろ出てくると思うんで、そしたらまたね、ご報告したいと思います。今日はね、これを担いで、二宝山に登っていきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。カババでした。